ムー君について改めて検索してみたんだけど、ゴシッパーのアカウントでいろいろ書いてるんだよ。ほら。ここはま、こっちが恥ずかしくなってくる。やっぱ苦手だわ。メロディーがこ、コスモから降りてきた。僕がやってるのは作詞作曲じゃない、コスモとの通訳なんだよね。リグレットの声はリアルコスモい。他のバーチャドールに歌わせてもコスモは見えないからね。あ、動画もあった。感じてる？ムー君チャンネルの時間だよ。今日はムーミンのみんなからの質問を募集しちゃうよ。もういいや。部長はどう思う？こういうタイプ。人が好きなものを頭ごなしに否定は良くないよな。なんとか理解しようとしてみる。お二人はその人が好きなんですか？ん？ああ、マリエちゃんか。びっくりした。あ、ごめんなさい。お二人がとても楽しそうだったからつい。最近すごく仲良しさんですよね。ああ、そうかも。いろいろ趣味が合うっていうかな。マリエちゃんもムー君の曲好きなの？実はリグレットの曲あんまり聞いたことがなくて、後で聞いてみますね。お、今度プラネタリウムでファンミ決定だってさ。ファンミ？ファンミーティング、つまりはファンの人を集めたイベントだね。ミニライブにアート展示、握手会もあるみたい。はあ、いろいろすごいですね。私ももうちょっと流行に気をつけないとですね。あ、そろそろ次の授業が始まりますよ。よし、とりあえず何か手がかりがあるかもしれないし、チケットを応募しとこうな。他の部員にも応募するよう言っとく。何？みんなもムーミンなん？めっちゃ嬉しい。同じ星の子ってことだもんね。ココアもほら聞いてみてよ。へえ、ココア興味ない。うっそ。あ、ムー君めっかわなのに。へえ、全然好みじゃない。ええ、食わず嫌いは良くないって。無駄なものでお腹膨らませたくないんだってな。プラネタリウムのファンミ当たるかな。ムー君のアート作品見れるのやばくない？ムー君のアートマジで人生観変わるから。めっちゃ深い、考えさせられる。ふーん、ばっからし。銀ちゃんはもう少し学校の中で情報を集めてみるんだって。最終下校時刻を守るようワイヤーしておかないといけませんね。ほっときなって、子供じゃあるまいし。そうはいきませんね。偽りとはいえ学生という立場ですから、規律は守るべきです。でないと堕落してしまいますからね。ただでさえ人を甘やかした世界です。自らを律する必要があります。見て、あれが九段。ん？あ、学士のやつか。どうやら九段がテレビに出てリグレットについて語っているようですね。ええ、ですから
リグレットの歌は世代や性別にとらわれることなく世界中の人々に癒しと安らぎそして刺激的な興奮をもたらすのです。そしてライブではファンにとっての最高の体験をお約束します。耳で聞くだけにとどまらない五感に響く演出で心を揺さぶられることでしょう。私は残念ながら歌には自信がありませんがリグレットと一緒なら皆さんに音楽を届けることができます。こんなにありがたいことはないですね何にせよリグレットに身を委ねていれば何も心配ありません。何も不安に思うことはありませんよ。こうなって改めて聞くと相当怪しいな。でもこの子いい声よね。勧められたらいろいろ買わされちゃいそう。兄貴、困ったらクーリングオフを利用するのですよ。でやば、私もうバイトの時間なんで先行くね。ま、待ちたまえ。バイトは高速で禁止。学生ってのは学校に隠れてバイトするもんなの。だいたい家賃を稼がなきゃいけないでしょ。家賃ですか。当たり前じゃん。働かざる者食うべからず。いや、それは現実の世界ならば正しいが、ここリドゥではおかしいのではありませんか。ここはそれぞれの理想と選択が反映された世界。自宅も望めばあるのでは。自分で必要なお金ぐらい自分で稼ぎたいし、それも私の勝手でしょ。じゃあね。キリコちゃんは楽をするより自立した生活を送りたかった子なんだね。偉いね。苦労すること自体も彼女の理想の生き方だというのですね。現実であそこまでのことを成しておきながら。確かにそれに関しては同意します。しかし規律は俺の理想でもありますから譲れませんね。ありがとうございました。我が半身よ。
ようやく来た。って人違いだったはず。ん？ああ、友達と勉強を一緒にする約束してたんだけど全然来なくてさ。勉強好きなのかって？いやいや、別に好きなわけじゃないけどさ、遊びも勉強も両方やらないと後悔するかもしれないだろ。楽しいことだけやってちゃ将来に繋がらないもんな。あ、お前も勉強はしとけよ。恥ずかしい思いしないようにな。安心よ。意味わかんない。朝の占いでも獅子座1位って言っ、もうムー君のファミ抽選発表来てんの？てあちゃん、私も全没ったわ。うわ、もうオークションサイトにも出てるよ。転売ヤーエグすぎ。ああ、僕も外れ。これ当たった人いるのかな。マジかよ、当たってんじゃん。さすが我が阪神。はぁ、とにかくペアチケットなんだろ。僕と二人は入れるわけだ。他はどうなったかな。うわ、のとくん当選自慢とかないわ。外れた人の気持ちとか考えらんないの。しかも男同士とか、ムー君の魅力わかってんのかな。逃げるぞ部長、目を合わせるな。のとくん、のとくん、ココアもそれ行きたいな。ダメかな。ダメ、そもそも当てたのこいつだし。はあ、そうなんだ。同じクラスなのにあんまり話したことなかったよね。私ココア、よろしくね。ココアね、最近ムー君に興味出てね、今回のイベント行ってみたいなって思ってたんだけど、連れてってくれない？よかったらお二人もお弁当一緒に食べませんか？天気もいいので屋上とかで。行くよ。なあ部長。
空気読んで僕たちを逃がしてくれようとしてるに決まってるだろ。では行きましょう。浜吹マリエ、ココアムー君興味ないんじゃなかったっけ？ん？全然ないよ。お、コバートさん、お疲れ。ねえ、マリマリ、俺と一緒にプラネタリウム行かね？あ、風祭りさん、こんにちは。プラネタリウムですか？ムー君って知ってる？今超熱いアーティストなんだけど、そいつのファンミのチケット持ってんの、俺。おお、ムー君さん、最近教えられて知りました。そうなんだ、ちょうどいいじゃん。チケット代のことなら心配しなくていい。もちろんその後の夜飯も俺が。ごめんなさい、もっと詳しい方に譲ってあげた方が喜ばれると思いますよ。そっか、そうか、ダメか。立て伏しのマドンナ落とせるくらいのジョーカー手に入れたと思ったんだけどな。あー、コバトさん、落ち込んでるとこ申し訳ないんすけど。ああ、そのチケットいらないなら譲ってもらえません？うっせ、男にやるものなんてねえよ。言って可愛い後輩でしょ。僕が女だったら譲ってくれたってんすか？なあ、ふざけんな。譲ってるに決まってんだろ。可愛い後輩がマジ可愛い後輩になんだろ。最高かよ。そりゃ残念だ。ほっ、はじめまして。俺と一緒にプラネタリウム行かね？折れないな、コバトさんは。ごめんね、マリエちゃん。ん？何がですか？コバトさんのこと。あれで女癖の悪さ以外は悪い人じゃないんだけどね。いえいえ、気にしなくていいですよ。のとくんは風祭りさんとはずっと仲がいいんですか？まあね、1年の時から可愛がってくれてる。下にも分け隔てないいい先輩なんだよ。そうなんですね。風祭りさん、生徒会へのクレーム投書数トップなので少し警戒していたんですが、のとくんがそういうのであればきっといい人なんでしょうね。それより皆さんがそんなに楽しみにしているイベントのチケット、私も応募しておけばよかったです。へえ、意外だな。マリエちゃんもそういうの興味あるんだ。はい、なぜか皆さん私のことを真面目だとかお嬢様のような扱いをするのですが、一応普通の高校生なんですよ。だいたい名前呼ぶときも皆さん私にだけ天吹って。マリエちゃんと呼んでくれるのはのとくんぐらいです。ああ、気安くてごめんね。癖で嫌じゃなかったんならよかった。もちろん、天吹っていう名字固くて距離を感じてしまいますし。一応マリエちゃんにもあの質問してみようか。そういえば話は変わるんだけど、マリエちゃんって最近なんか夢って見た？夢ですか？そういえば最近見てない気がしますね。もちろん覚えてないだけかもしれませんが。これは驚いた。マリエも夢のことを知っているのだな。え、今の誰の声ですか？しかもキイの声が聞こえた。
つまりマリエ先輩も帰宅部候補ってこと？だとしたら超嬉しいけど。キーが見えて聞こえているというのであればそう考えた方が良さそうですね。部員が増えて嬉しいな。それも生徒会長さんだなんて得した気分。はあ、でも驚きました。ここが現実の世界じゃなくて皆さんが元の世界に戻ろうと戦っていただなんて。随分あっさり信じていますが混乱はないのですか？いえ、もちろん混乱はしているんですけれど、お二人に加えて鶴巻さん、あみきさん、宮迫さんまで同じことを言っている。私が知る限り悪趣味な冗談は言わない人たちです。聞いた聞いた、信頼されてるよ私たち。はいはい、どうする？マリエ先輩、帰宅部に入る？迷うところだろうけど僕たちと一緒にいた方が安全だと思う。結論を考えるのは後回しにしても一旦入ります。入れてください、帰宅部。そんな即決でいいのですか？皆さんの言うことが本当ならば妄想の世界で成功したって意味ないですよ。現実に立ち向かうべきだと私は思います。そうなの、私もそう思う。さすが生徒会長だな、優等生だわ。ほんとほんと、同じ優等生でもなんで翔太先輩とこんなに違うんだか。うるさいですね。あ、もちろん部長であるあなたが許せばなんですけど。ありがとうございます。お役に立てるように頑張りますね。それにしても帰宅部、帰宅部ですか。なんだか不思議な響きですね。あ、なんだと？カタルシスエフェクト？これは一体。そのままでいるのだ。ゴーライブ！この姿は一体。カタルシスエフェクト、まがいものたちと戦うための力だ。しかしこんなにあっさり手に入っちゃうのね。やっぱり生徒会長って特別なのかな。あ、マリア先輩！とりあえず保健室、放課後また集まりましょう。どうしたのだ？何か気になるか？確かにマリエはあの時夢は見ていないと言った。しかし夢の存在は知っている。気になるな。体調はもう大丈夫ですか、天吹君？はい、心配をおかけしました。もう大丈夫です。うむ、では改めて帰宅部作戦会議を始める。さっき話した通り僕と部長でムー君のイベントへ参加してくるよ。チケット当たったの部長だけなんでしょ？で、様子見、荒事にするつもりはないよ。とはいえ何があるか分かりませんし、二人だけではなかなか不安ですね。私たち全員分は揃わないの？無理っぽいね。すっごいプレッチついてる。プレッチ？高くなってるってこと。1枚なら思い当たる節が。何かいい案あるの？大丈夫かな本当に。
くわ、どいつもこいつも。なんで俺のことそんな避けっかな。泣いちゃうぞ。あれ、どうしたの、マリマリ。お昼はすみませんでした。せっかく声をかけていただいたのに。ああ、いや、気にしなくていいよ。どうせ俺なんてチャラ男とか種馬野郎とか呼ばれてんの知ってっから。まあマリマリは生徒会長様だしな。そりゃ問題児の俺なんかと一緒にデートはきついよな。今さらなんですけれど、やっぱりご一緒してはいけませんか。マジで。あの後気になってムー君さんの歌を聞いてみたのですが、とっても素敵で、それにのと君から風祭さんがいかにいい人かというのを聞きました。正直言うと私、風祭さんが不誠実な人だと誤解してたんです。本当にすみません。おいおい、持つべきものは可愛い後輩じゃねえか。許してくれますか。当たり前だろ、女の子が謝ってるのに許さない男はいねえよ。むしろマジで言ってくれんの。もちろんです、ぜひお願いします。行く行く行く。あ、もうダメだぜ、約束したかんね。今更やっぱなしとか、俺ほんと心折れっから。はあ、よろしくお願いします。私あまり流行の曲とか聴いていなかったので、もしよかったらいろいろ教えてもらえませんか。もちろん、トレンドのことは俺に任せな。うまくいったってことかな。よし、不良生徒の私にもずっと優しかったし。どうしたのだ。いや、さっきマリエ先輩保健室に連れて行くときちょっと話したんだけどさ、マリエ先輩現実のことを思い出してないみたい。カタルシスエフェクト使えるようになってるのに。そんなことってあるの。考えづらい。まあ話したくなくて思い出したくないふりしてるのかもしれないけどさ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
ジェコ決勝戦手加減はなしだ。さ、行くよ。さて、どうしましょう。頑張ります。全力で行くぞ。切り捨てごめん。行くよ。どうしたのか。この調子でどんどん行きましょう。